こんにちは、愛媛 FC キャプテン西田剛です。ソートプレゼンツ愛媛 FC ゴーゴー西田ゴー。この番組では僕愛媛 FC キャプテン西田剛が自分自身のことやチームのこと、チームメイトのことなど様々な角度から愛媛 FC 情報を発信しています。それでは今週もまずは試合結果報告。僕ら愛媛 FC は6日日曜日アウェーでセレッソ大阪と対戦しましたが、結果は0対1で負けてしまいました。この試合ですね、まあセレッソの大応援ありまして、アウェーの中僕たちは勇敢に戦いました。そして本当に拮抗した試合で、どちらもいい場面が随所に出てた試合で、なかなかお互いにチャンスがありながら点が取れずに、そして後半ちょっと不運な形で失点してしまいました。それから何度か後半僕たちもせめて点を取ろうとしたんですけど、やっぱりセレッソ大阪のあのこのディフェンスの質、そしてやっぱ固めた時のあの強さというのを崩せずに、この試合0対1で負けてしまいました。でも本当に試合の内容を見てもらえば、本当に勇敢に戦ってたし、勝ちたいという気持ちも伝わった試合だったと思いますので、まあ反省をしつつ下を向くことはないので、残り2試合になりましたが、プレーオフも逃してしまっている中で選手はモチベーション高くやれていると思いますので、次こそはしっかり勝利を皆さんに届けれるように頑張りたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。愛媛の通算成績は11勝20分け9敗、勝ち点は53、順位は9位から1つ下げて10位に下がってしまいました。でも残り2試合1つでも上の順位でを目指して頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。今日はゲストをお迎えしています。ゲストは背番号10番セルマー選手です。お楽しみに。この番組はこの星と人の力に空との提供でお送りします。空とプレゼンツ愛媛 FC ゴーゴーにしちゃゴー。さて今週はゲストです。この人です。背番号10番フォワード瀬沼雄二です。背番号10フォワード瀬沼雄二、神奈川県出身の26歳、身長185センチの長身フォワードで、空中戦はもちろん前線からの献身的ディフェンス、ドリブル突破もできるオールラウンドなフォワードとして、今シーズンここまで9ゴールを挙げている愛媛 FC にとって欠かせない選手です。ちなみに同じフォワードの川原選手とは大の仲良し。なぜこの選手を僕がお呼びしたかと言いますと、やっぱり今シーズン彼がトップで、はい、まあ、ゴールなりアシストなり、そして献身的な守備すごく貢献してると思ったのでお呼びしました。恐縮です。謙虚だな。僕が思う瀬沼雄二っていうのは、はい、まあ単純にこの風貌、足の長さ、足のリーチから繰り出すスライドを大きくした走力、走り方さ、走り方、一か八かドリブルっていうんですか。あれが見てて本当に気持ちいいんですよね。そして何よりもこの風貌からの声を発した時のギャップ、恐縮です。2回目。逆に瀬沼さん、瀬沼選手、はいはい、西田選手はどういう選手ですか。キャプテンはブラジルの血がとりあえず入ってるんじゃないかなって。南米、ね、南米系の、うん、南米、はいはい、でどういったところですか。それはDJ というか、まあ、DJ 感が強いです、はいはいはい、ラジオではもうちょいちょい、まあ、ゲストいろんな選手来てもらってますけど、まあみんな口を揃えて DJ って DJ、 DJ、 あ、じゃあ DJ 音楽系やめるんだ。ダンサー、ダンサー、ダンサー、そこも入ってます。もうみんな結構選手突っ込んでます。じゃあもうゴー君の印象がもうそれが強いってことですね。やっぱもうそういう、とにかくちょっとラテンの、ラテンの血が入ってますね。もしかしたら本当に入ってるかもしれないね。入ってると思ってます。色黒いし、ほら腹は黒くないよ。いやそれは分かってます。まっすぐで純粋で、あ、その辺なんかちょっと一緒だよね。そうですね、なんかちょっとピュアというか、ピュアなところを感じますね。ちょっとですよね。じゃあオフの日とか、はい、どういう過ごし方をしてるの。まあ基本川くんと一緒に、はいはい、もうこれはチーム内でもすごく有名で、もう兄弟じゃないかって、もう髪型も一緒なんで、はい、今ポーズなんで、うん。ね、はい、それは川を意識して、まあ、何回か坊主にしてますけど、うん、まあ、その度に理由があって、あ、今坊主にしてる理由はちょっとあの山賀戦で、はい、あのチームのみんなに、あの迷惑かけてしまったんで。責任感が強い。いや責任感というより、まあ、姿勢ですね。あの
ハンドを取られて、まあ、PK であの試合1対1でしたよね。そうですね、引き分けたっていう自分の責任でってことですか。そうですね、まあ、すごい重要な試合だったんで、まあ、悔しかったですし、まあ、チームみんな皆さん瀬沼というのはこういう男なんです。こういう熱い男、そして責任感の強い男なんです。このぐらいチームのことを思って戦っている男なので、恐縮です。恐縮ですね。3回目、その川と2年目、川くんとは2年目ですね。まあ、どういう感じでそのすごい深い仲良くなったの。まあ、仲良くなったきっかけは、うん、やっぱ家が近かったのが一番ですね。俺、家を決めた理由が愛媛に来て決めなくて、うん、マネージャーの方に写真を送っていただいて、うん、その中からもうここ良さそうだなと思ってここでいいやって俺家決めたんですよ、はいはい、でそれがたまたまそこだったから運命感じますね。ちょっとっていうのもあって仲良くなった、はいはい、じゃあ今までセヌはさ、まあ、清水エスパルスで栃木とか行ってて、はい、まあ、その川ぐらい仲良くなった選手とかいるんですか。いないですね。でほぼ一緒だもんね、行動常にです ね、 本当に先輩なんで、もちろんリスペクトしてるとこもありますし、先輩として接するとこもありますけど、でもなんか悪い意味じゃなくて本当に気を使わなくていいというか、まあ、人として居心地がいい感じ、はい、居心地がいいです本当に。そういうのでまあ深くなる。そうです、ね、確かに、まあ、川もね面倒見いいし、まあ、セヌと、ね、まあ、旗から見ててもすごい合ってるなって思う。そうですか、うん、お互いのそのキャラが、まあ、川くんがやっぱちょっと器がでかいっす。あ、先輩として、うん、そういうとこ人としても、うん、2人でいるときは何をしてるの。謎々を川くんが出して俺がそれを答えるっていうのやってます。子供だね。川くんが解けないのを俺に、はい、あのめっちゃなんかセヌこれ解けるって言ってくるんですよ。で俺が調子いいとポンって解くんですけど、解けない時はめっちゃ二人で必死に考えて考えて、あのさ、あの謎々ってさ、はい、なんかあるよね、活性化されますよ。そう、頭がすごいポンって来る時とさ、はい、なんでこんなの分かんないのっていう時あるよね。あります、その謎々を教えた多分俺。あ、じゃあゴーくんが教えたんですね。あ、多分川に俺が謎々、たまたまその時夜ご飯行ってて、で川がそこに来て、はい、まったりしたからちょっと謎々しようぜってなって、はい、俺が携帯のサイトで見てそこですごい盛り上がっちゃって、あ、じゃあそれをもういても立ってもいられなくて俺に今度セヌに出してみようって言ってたから、その時、はい、多分それでなったんだね。じゃあゴーくんのおかげです。いやいやいや、好きな食べ物とかありますか。好きな食べ物は俺梨がもう生きとし生ける全てのものの中で好きなんですよ。もう梨、梨っす。リンゴより梨、でもリンゴとは比べ物にならないです。梨だ、もう梨っす。オムライスより梨なんですよ。もう小さい頃から、もうちっちゃい時から梨っす。もうなんて聞かれても梨って答え続けてる。まあ梨はさ、なかなか梨専門店みたいなのないじゃない、はい、ないですね。まあ、自分がよく行くお店とかありますか、はい、俺2つしか行かないです。もうスズとジジしか行かないです、はい、もうこの2つ、まあ、ここに行けば瀬沼選手にもしかしたら1週間で毎日行っていただければ 100% 多分あります。そのぐらいの確率で、そのくらいの確率で出没するの、出没します。皆さん来ましたか。そうらしいですよって言っていないかもしれないです。そんな瀬沼選手会いたい方はぜひジジとかスズとかに行ってみてください。ぜひ行ってみてください、はい、最後ちょっと真面目な話で、サッカーの話で、はい、まあ、残り今シーズンも2試合にで残り4試合残したところでプレーオフを逃してしまって、はい、心境というか、はい、まずプレーオフ進出を逃してしまったことについて、応援してきてくださった、信じてついてきてくださったサポーターの方々に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあでもみんなが精一杯やりきった結果なので、うん、これを受け止めて次に進んでいくしかないというか、残り2試合になりましたけど、この目の前の試合に全力を尽くすこと、これが今後の一人一人の選手と、あと愛媛 FC の今後につながっていくと思うので、目の前の試合を全力で戦いたいです。その通りだと思います。そして個人的な目標は、はい、今年の最初に10点以上取るって目標を掲げたので、今9点なので、はい、もう十分射程圏内、まあ、最低でもまず10は取れるように目指して頑張っていきたいです、うん、ぜひチームの勝利に導くゴールを瀬沼、はい、選手も取って、そして俺も取って、はい、一緒に取りたいですね。一緒に取ってダンスもあるからね、見せたいですね。見せたいね、一緒に取ってやりたいです。2人のダンスがずっとあるんですけど、まあ俺が今こんな感じなんで、西田頑張れよって、西田頑張れ、ねね、頑張る、一緒に頑張りましょう、頑張りましょう。ってことで今週のゲストは背番号10番フォワード瀬沼勇次選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ソラトプレゼンツ愛媛 FC 55にした号エンディングです。いやゲストのセネマ選手、皆さんいかがだったでしょうか。あのピッチで戦うあのセネマ選手と今日のラジオを出演してくれたセネマ選手のこのギャップに皆さん驚かれたんじゃないでしょうか。まあでも俺からしたら、いつものセヌマを出してくれたと思うので、普段はああいう本当にピュアでおちゃらけて面白いやつですけど、ピッチに立てば本当にチームのために献身性もそうですし、どんどん力になってくれる選手なので、セヌマ選手を皆さんこれからも応援してください。そして皆さん、セヌマ選手との西田豪とのコラボダンスもぜひ、残り2試合ですがお見せしたい気満々なので、まあ俺次第ですね西田頑張れってセヌも言ってくれたんで本当に頑張ります。なのでそちらの方も期待してください。よろしくお願いします。さあ次のゲームは今日この後午後2時アウェーで京都サンガと対戦します。この試合ですけども、まあ京都はもうプレーオフ出場は確定してるしてます。その中で残り2試合なので、まあ、チームとしても勢いをつけたいだろうし、向こうとしては向こうの監督は2年前いた石丸監督が今やられているので、今愛媛市に残ってる選手も丸さんとやってる選手は多いと思うので、本当にいいプレーを見せようっていういいモチベーションにもなるし、そして今シーズン僕たちが積み上げてきたものをこのアウェーでもしっかり出せれば十分京都も勝てるチャンスはあると思うので、必ず皆さんに勝利を届けれるようにみんなでまた力を合わせてやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。そしてその後20日日曜日が今シーズンの最終戦になります。ホームニンジニアスタジアムで町田ゼルビアと対戦します。キックオフは午後2時。僕らの今シーズンの集大成をぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。さてこの番組では愛媛 FC に関するメッセージ、僕や他の選手への質問メッセージを受け付けていますので、どんどん送ってください。メールは efc@joeufm.com efc@joeufm.com 愛媛 FC 宛てでお願いします。たくさんのメッセージお待ちします。ソルトプレゼンツ愛媛 FC 55にした号、この番組はこの星と人の力に空との提供でお送りしました。それではまた来週。パーソナリティは愛媛 FC キャプテン西田豪でした。いつ決めるんだ西田、早く決めるんだ、もう少し頑張れ、あと2試合しかないぞ、焦るな、でも焦るぞ、行くぞ。